ブルペンで投球練習する投手。ブルペンは野球場にある投球練習場。ブルペンは英語でもともと牛を囲う場所という意味である。そこから現在の野球に関する意味を表すようになった経緯についてはなど諸説がいくつかあるがはっきりとはわかっていない。シチズンズバンクパークの宇宙館スタンド内にあるブルペン投手の投球練習に使われる。投手とブルペン捕手。 ブルペンコーチ等が出入りし、他の選手や監督等が試合中に入ることは、まずない。そのため、特に、プロ野球で使用される球場では、ベンチにいる監督やコーチらが、ウォームアップを指示したり、登板の連絡をするためのインターホンや、練習状況を確認するためのモニターカメラが、設置されていることが多い。グラウンド内のファウルゾーンに設置されていることが多いが、 練習中に打球が当たる恐れがあることなどから近年新築、改築された日本プロ野球の本拠地球場ではスタンド内、特にダグアウト裏に設置されることが多くなっている。日本のプロ野球の一軍本拠地球場では明治神宮野球場のみグラウンド内のファウルゾーンにブルペンが設置されている。西武ドームは内野ファウルゾーンのフェンスと観客席の間にブルペンがある。 ブルペン保守がリリーフの投球を受ける迫力ある補給音を内野席で間近に聞くことができ、球場へ足を運んだ観客が楽しめる魅力の一つであると言える。その他の球場はすべてスタンド内に設置されている。かつて、阪神甲子園球場、西宮球場、藤井寺球場ではラッキーゾーンに設けられていた。阪神甲子園球場ではラッキーゾーン撤去後、 しばらくの間ファウルゾーンのブルペンを使用していた。阪神甲子園球場で行われる高校野球の試合時は仮設のブルペンがファウルゾーンに一組分設けられる。このブルペンは2008年の改修以前は常設だったが改修により撤去され高校野球開催時のみ設置されることになった。2013年からは常設とされたが プロ野球開催時には使用されることなく2017年6月に再び撤去され、高校野球開催時のみ設置されることとなった。MLB では、観客から直接見えない場所にはブルペンを設置しない、傾向にある。外野スタンドの合間か、ファウルグラウンドに設置されているものがほとんどである。また、日本の球場は両チームのブルペンは、離れた場所に作られることが多いが、 MLB の球場の中には隣接して作られている場合もあり。例えば、フェンウェイパークでは、まさに両チームの控え投手が並んで、投球練習を行うことになる。ブルペンとベンチの間には、内線電話が設置され、リリーフに肩を作る指示を与えたりする。この回線が、初めて登場したのがいつ、どこでなのかは不明だが、ヤンキースタジアムでは1930年に、 すでに存在していたという記録が残っている。1908年当時のハンティントンアベニューグラウンズには電話ではなく遠隔操作で鳴らされるベルがあり、1回鳴れば肩を作れ、2回なら急いで肩を作れ、3回ならリリーフ、出番だという合図だった。野球の規則上、試合中に外部と連絡を取ることは禁止されているため、この電話は 外線接続できず、携帯電話の使用も禁止されている。ただ2006年にリグレイフィールドで専用回線のモトローラ製携帯電話が導入された。6月13日の試合中に MLB 機構の人間らが立ち会う中、監督のフィルガーナーが初めて使い、科学技術にとっては小さな一歩だが、メジャーリーグにとっては大きな飛躍だと、 ニール・アームストロングズ着陸時のセリフをもじって、叩いた。ブルペンとグラウンドとの出入り口が外野側にある場合、交代登板投手を自動車でマウンドまで運ぶことがあり、その際に使われる車を和製英語でリリーフカーと呼ぶ。リリーフカーは NPB で用いられることが多く、MLB などではブルペンからの距離がある場合も、徒歩でマウンドに向かうことが一般的である。 西武ドーム一類ワブルペン。ありがとうございます。